今いる畑さ、八甲田山系の、まあ、裾野にあたる場所にあるんだけれども、今年ねやたら熊の目撃情報が多くて、本当になんかおかしいと。で山菜採り、我が家でも父親も山菜採り行くんだけども、熊見たのさ、もう30年40年ぐらいかな山菜採りしてるけど初めて見たと。ね、なんだけども本当におかしい、なんか変って思うのね。でそれなんでかっていうことを考えて、だいたい結論ここ俺の中では出たのね。で、まあ、一応今の時期になってさ来ると、ほら今年の猛暑でご飯が少ない、餌が少ないから降りてきてるんだという話もあるんだけども、そういう猛暑になる前からいてさ結構困ってたのよね。今逆に減ってきてるかな、被害とかもね、で何があったかっていうか、まあ、結論として言うと人間が悪いなと思いました。で何があったかっつうと、俺青森市から山八甲田山の中を抜けて七戸町の方に行く用事があったのね。その日通った時に分かったんだけども、あそこに風車あるのね。風車、まあ、一応トヨタの子会社中のユーラスエナジーだがっていう会社がね、八甲田山に広くね、風車をいっぱい建てたいと、そういう計画があったんだけども、その関連市町村とか青森県から反対されて、今まだ諦めてないみたいだけれども、まだ事業継続しようとしてるみたいだけれども、とりあえず今ストップしてる状況なんだけれども、もうすでに風車建ってるのね。でそうすると風車建てるためにやっぱりそこを鳴らしたり道路作ったりして、工事はするし木は切るし森はなくなる、もう見晴らしっていうか見通し良くなってあった。すごくわすげえなと思って、でそれで森は少なくなるじゃん。でそうすると食べ物も少なくなる、住む場所もなくなる。そして風車って回ってるけれども、あれが完全に抵抗がないわけじゃないじゃん、回ってる間とりあえず響くと思うんだ。俺は分かんなかったけれども、地響きとか、そうすると動物たちだって近寄りたくなくなってくると思うんだよ、ね、だからそれによって住む場所を追いやられて仕方なく下まで降りてきちゃってるじゃないかなって。で下に降りたところにもクマはいるわけじゃん、縄張りがあるわけだ。でそうするとまた喧嘩して負けた方がまた下に行くっていう繰り返しで、だんだん下の方に広がってきてるんじゃないかなって思ったのね。あれ見た時すごく広い面積だったから、もうここまでやっちゃったのかと、本当に困ったことになったなって。俺は反対してるからさ。であとほら全国的にあるけれども、青森市もそうなんだけども、ソーラーパネルね、これもあちこちいっぱいあるわけさ。ちょっと入っていけば小さい規模でも、あれこんなとこにソーラーパネルあったのって思うとこいっぱいあるわけね、だからそういうことでまた森が失われるし、やっぱりそこの工事もしたりするから大変に、その住む場所とかご飯が減ってしまって、そこに住めなくなって移動しちゃうんだろうなって思った。でもう一つ今ね、花粉症対策で国がね杉の木を切れと補助金出してるらしいんだよね。だからこの周りでもね、この画面の外だけど向こうとか来る途中とかすごい大規模に伐採してるのよ。すごい切ったのさ、すごかった、長くかかってすごい面積で、ね、すんげえ見通しよくなってさ、青森市内全部見えるようになっちゃって、ね、でここだけじゃなくて別の場所でも、あっちでもこっちでも、当然八甲田山の中でもね、いつも山菜採りに行ってた場所でも、あれここも伐採したんだ、あっちも伐採したんだっていう状況です。でなればやはり、まあ、杉の木はね、見つけないから餌にならないから、まあ、いずれは切んなきゃダメなんだけど、一気にやりすぎたからやはり住む場所とか居場所がなくなってしまって、ね、杉の木の下だって、ね、何かしら食うものはあるわけよ、ね、そういうのもやはり変わってくるし、環境が大きく変わってしまえば住みづらくなってよそに行ってしまうっていう感じかなと。山が要するに山にねいっぱい人が入りすぎて手を加えすぎて荒らされてしまったと、熊とかそういうのからするとね。で木を切る運ぶ時もそうだし、ソーラーパネルのところ伐採して鳴らして設置して工事して、ね、風車も同じね、それやってれば重機は入るわ、いっぱい音はするわ、響くわ、ね、人の気配はするわっていうことで、そうするとやっぱり近寄らなくなるのよ。大きい音すればクマも来なくなるのさ、だからそういうことの一連の関係でそういうことが起きてるんだろうなと。でクマが追いやられてこっちに来て、うちの畑っていうかここの畑、みんなの畑で、ね、かぼちゃは食うわ、トウモロコシ狙うわ、あれも食うわ、これ食うわっていたずらされてね、結構えらい目に遭ってます、だからね、その風車を作る人、太陽光を作って発電する人、木を切る人たちはね補助金とかあったり、それを売って儲けるとかあるんだかもしれないけれども、
我々農業者はそれに対しての何も別にメリットがあるわけでもないし、電気代安くしてくれるわけでもねえし、なんか仕事くれるわけでもないし、お金も流れてくるわけでもねえしと。それなのにクマが来て野菜食われるわ、こっち身の危険を感じるわ、大変なんだよね。でそこに住む、ね、ここはまだ住宅ないけども、下に降りればあるんだけども、そこでもクマの目撃情報があるわけさ、ね、近くに遺跡もあるんだけども、そこでもクマの目撃情報あるわけだ。畑やってる人もいるわけだ。割り食うのはそこで生活をする人たちなのね。一部の人たちが金を稼ぎたいからと、ね、なんかあの風車の発電で裏金も当てただかなんだかの議員さんもいたよね、確かね、うん、そういう人たちはね、儲けて、ね、献金もあって儲けて、便宜を図って、事業で儲かって補助金出てとか、そういうことがあるのかもしれないけれども、我々は一切そういうメリットを受けてないわけだ。割り食うのはそこに住む人たちなわけさ。農業を営む、そこに普通に住んでる人たち、サラリーマンでもあってもね、クマに出会う、襲われる、作物を食われる、それによってやはり割り食うのさ、割り食うのは地元の人で、外の人たちが金を稼いでいく。で山は壊されて、クマも住むところ、食うところが少なくなっていくと、ね、これおかしいじゃんって。そこに住む人、動物、ね、その環境が優先されるべきだと思うのさ。なのに一部の人たちの利権とかお金のためにそういう風にやられて、ね、俺らが割り食うと、同じことの繰り返しなんだけどね、今言ってるのね、割り食う割り食うってね。だからさ、やはりそこに住む人たちで、動物、環境、まあ、景観とかもあるじゃん。あとはその山の土砂崩れの安全性の問題とかいろいろあるじゃん。そういうのを優先して事業を決めてくれと。お金とかの話でも何でもね、自分が儲かるからやろうぜみたいなんじゃなくてね、そういうの好きだよね、今の政権の人たちだね、うん、だけどもそれやめてさ、やってほしいなって。だから風車作るんだったら、その例えばさ、田んぼの脇とかでも、住宅地の中だって別に人間が使うんだったら人間の住むところに作ればいいじゃんと。ソーラーパネルもそうすればいいじゃん。それ時間が高いからコストがかかるからできないとかなんかあるのかもしれないけれども、関係ねえとね。山は動物が住むところだとね。自然は自然のままで手をつけなくてもいいじゃないかと。もう十分人間広げたじゃんって、住む場所ね。で少子化で人口も減ってくると、だったら場所余るんだからそこでやりゃいいじゃんって。俺はそう思うよ。これ以上山を自然を傷つけるなって。もうね、農業はさ、人が食うために必要なんだって。いくらお金があっても食い物がなければ生きていけないの。だから農業者とか、ね、そこに住む人たちのことを優先に考えてやってくれとね。それはできないんだったら手つけるなと。地元のね、青森市とか篠山市とかね、青森県も反対してるんだから、もう風車の建設もやめてけと、ね、山は山のままでいいんだと、ね、俺はそう思うよ。本当にやめてくれと。ユーナスエナジーだったか、グローブエナジーじゃないか、ユーナスエナジーだったかな、ユーラスだったの確かな、トヨタの子会社だったな確かな。俺もトヨタでダンプ買ったけれどもさ、うん、一言言えばやっぱりやめてけと、ね、もう山は山、熊のもの、動物たちのもの、たまに俺らが入ってって山菜をいただいてくるけれども、ね、そういう付き合いがあって、であとは畑で取って食べる、人間の住む場所は十分確保されたでしょって、ね、だからもうやめてけと。お金お金でさ、ね、やる、いやお金大事だよ、お金稼がなきゃダメなの分かる、分かるのさ、分かるんだけども、自然って一回失われれば戻るの、戻すの大変だよ、大変時間かかるし、それ分かってきたはずだよ、ずっとやってきてね。でこうやって今やってきて、クマが降りてきた、農作物に被害が出る、もしかすれば人がやられるかもしれない、食われるかもしれない、死んでしまうかもしれない、そういうことを考えた政策とか補助金やってほしいなって。まあ、杉に関してはいずれはね、切ってそこを紅葉樹に戻さなきゃいけないんだけども、いきなりやりすぎね、いきなりやりすぎたからこういうことになってるんだと俺は思うよ。まあ、プラス異常気象で食べ物が少なくなってるっていうこともあるかもしれない。まああると思うけどね、まあ、それだって人間が悪いんだから、もう少しやはり環境に対して配慮する、まあ、経済活動っていうか思いやりを持ったやり方をしていかなきゃいけないなと。でそれをしてくれる政党に投票しなきゃな、俺もな、どこがどうなんだろうなって今いろいろ考えてはいるけどもね、とりあえず今の政権与党にはちょっと無理かなって。お金が大好きそうだしね、うん、だからちょっと、うん、
とりあえず意見を言うしかできないよね。もう自然を壊すのはやめてほしい。ここに暮らす人、事業をやる人たちにとって迷惑だから、外の人間はね、いやここに来て風車垂れたりするなと、ね、迷惑してるんだみんな、ね、っていうことさ。だから本当にやはりこっから先は熊の場所、動物の場所、タヌキの場所、こっから先は人間の場所、その干渉地帯でささっと山っていうのがあったから、やはりそういう感じでやる方向でね、やってお互いのためになるようなことをやってほしいな。でそういうことを知って考えてほしいなって、みんなにね。でそれに対して声を、意見を出したり、やはり投票行動とか自分で考えてやってほしいな。いつもいるから、聞いたことあるからとかじゃなくてね、まあ、こういう問題があるから、ここだったらこう解決してくれるだろうな、こうしてくれるだろうなっていうことを考えてやってほしいなって。間違ってもいいのさ、間違ってもいいけども、いいけども考えてね、自分で行動して意見を出していける、そういう風になってほしいなと。で自然が守られて、平和に農業とか仕事生活ができるような社会になればいいなって。まあプラス経済成長しながらね、そのために何するかってことも考えていかなきゃなと思います。とりあえず熊の被害がすごいんで、おそらく相当八甲田さんやられてるんで、そういう現状があるなっていうのを、まあこれはね、データを示してこうだって結論付けることはできないけれども、そういうデータも頭もないからできないんだけれども、おそらくこういうことだろうなっていう俺の所見でした。もしそういうふうに何かそういう情報があったとか意見があったとしたら、コメント欄で教えてほしいなと思います。